美しい山や川、この大切な大地をなぜお互いで汚そうとするのですか？どうして大切な人を奪っていくのですか？戦ってほしくなんてない。ただ穏やかに愛する人たちと生きていきたいだけなのに。でも私は今日もあなたを思い生きていきます。きっとまた会えることを信じています。今もあなたの声が聞こえる。